遊んでる人は大体留年とか、めっちゃ遊ぶかめっちゃバイトするかドラマ見てたりとかしてもなんかピクってなったり。はい、じゃあリバースチャンネル始めていきます。じゃあ今日はどんな質問でしょう。学生さん結構見てくださってる方多いと思うんですけど、旧制学生と新旧学生の学生あるあるを聞いていきたいと思います。いいですね、ちょっと今日は本話か系な、はい、質問ですね。そうですね、いいですね、いいですね。ある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 、なんかありますか。まずみんなよく通る道としては人体模型とか骨格模型系あるじゃないですか、はい、あれ大体教室に1個ありません？はい、あります。ありますよね、はい、あれ大体名前つけません？名前つけますあと名前つけて教科が変わるごとになんかポーズ変わってたりするんですよ。あ、確かに、手かぶせてみたりとか、そうそうそう、帽子かぶせたりとか、ね、なんかすごいとんでもないポーズしたりとか名前つけてました？あ、つけてましたね。名前忘れちゃいました、でも。あ、本当ですか？はい、僕も忘れました忘れましたけど、なんか覚えてるのはとりあえず絶対に日本人の名前じゃないんですよ。あ、そうですね。これも多分あるあるなような気がするんですけどボブとかトミーみたいな、なんかそんな名前じゃないですか。キャサリンとか、キャサリンとか、ね、そうそうそう、なんでなんですか。なんで英語の名前になるんだろうね。あれめっちゃあるあるっすよ。あります、ね。うん、あとあるあるでいくと、専門学校限定なのかもしれないですけど、専門学校って授業の時間めっちゃ短いんですよ。僕の学校とかだと月曜日から金曜日で1日2コマで2時から5時とかまでなんですよ。ってことはそれ以外暇なんですよ。なのでコマ数少ないし拘束時間短いんでめっちゃ遊んじゃうんですよ。めっちゃ遊ぶかめっちゃバイトするか、これはもうあるあるだと思ってますね。学生はそうですよね。そう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 僕とかも本当に2時から5時なんで、5時に学校終わって6時からバイトして、で12時までバイトして、12時からみんなで飲み行って朝5時まで飲んで12時まで寝て学校行くみたいな、そんな生活バイトか遊ぶか、そうそうそう、金が進んでますそこで。でも私も大学だったんですけど、うん、でも本当そんな感じですよね、うん、バイトか遊ぶか。大体バイトやってる人は残ることが多いですけど、うん、遊んでる人は大体留年とかいなくなっていくようなイメージ、うん、パチンコするやつに留年しがちそりゃそうだと。結構やっぱりね、遊んじゃいますよね。そうですね。バイトとかも学生時代ってね、憧れだったりするじゃないですか。だからいろんなバイトしてみたいとかって言ってね、居酒屋でバイトしたりとか、飲食店でバイトしたりとか、いろんなバイトあるからね。まあその辺もあるあるですよ。スキャンチミッツとか。めっちゃ遊びがち。遊びがちゆえに、試験前日、徹夜がち。そんな感じです。あとなんか逆にあります？私の中でのあるあるになっちゃうんですけど、うんうん、入学式の日に、あー、この学科間違えたって人。結構いて入学試験にはやばいねなんかカリキュラムみたいなのが渡されるじゃないですか、うんうん、それを見てあ、違ったわみたいなの結構聞いてて。確かにあるあるかもしれない。あるある。僕もね、本当に3日で辞めた人がいます。あ、そうですか。うちの学校がね、もう今なくなっちゃったんですけど、はい、山野医療専門学校ってとこで、山野美容学校って美容業界では結構有名な美容師になるための学校があるんですけど、うん、何か知らないですけどめちゃくちゃギャルの子が3日で辞めてそのギャルに聞いたら重生師も取れるし美容師も取れると思ってたとか、えってなるじゃないですか取れるわけないみたいなどんな感じがいいみたいなね。間違えちゃったんですか。そうそうそうあとやっぱりこう地元のね接骨院とかに行ってて、なんかかっこいいな、めっちゃマッサージうまいなと思って入学してみたけど、意外と覚えなきゃいけないことめっちゃ多いし、例えば解剖学生理学で覚えなきゃいけないこと多くて、あ、ちょっと思ってたのと違うみたいなね。人と人とでね接してて楽しそうだなって思ってたのに、意外と詰め込まなきゃいけないこと多すぎてリタイアしちゃうみたいな、結構あるあるっす。ありますよね。そのリタイアで言うとね、入学した時の人数と卒業する時の人数の差がこの業界めっちゃ多いんじゃないかなと思うんですよね。平均半分ぐらい辞めてるんじゃないかというぐらい挫折しちゃう人多いですよね。確かにうちの学校も2期生なんで、私結構集客がその時できてた時期なんだと思うんですけど、入学が100人いて、で残ったの40何人、半分以下でしたね、うん、結構ねやっぱりどうしても挫折しちゃったりとかで、はい、試験が難かったりしますしね。そうですね、うちもだって30人ぐらいいて最後試験受けたの9人とかですか。9人はやばいですね。やばいですね、どんどんいなくなると思って。どのタイミングが一番多かったんですか。1年目が一番多かったです。確かに、うん、やっぱりさっきの話じゃないけれども、はい、自分が思い描いてた柔道整復師と実際に勉強する内容意外とむずいなとかちょっと違うなって思っちゃってリタイアしちゃうっていうのは結構あるかもしれないですね。あ、確かにありますね、うん、うちもそうだった気がします、うんうん、1年目と3年目が多かった気がします。最後の最後でやめるなんて、うん、よくね専門学校で合格率90何パーセントとか、うん、パーセントとかって歌ってる学校さんもいろいろあると思うんですけど、うん、意外と蓋を開けてみたらやっぱり試験受けた人の合格率ですからね。入学してからの合格率出したらどういうランキングになるのかなとか面白そうなのか確かにどこの学校が一番
ないんだろうって、ね、何人残ってるのか気になりますね。そう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 結構大事ですよね、そのね、はい、あと、あるあるでいくと学校の授業に絶対柔道が入るじゃないですか、はい、あ、ありますね、スポーツの方の柔道、はい、柔道制服と柔道、まあ、関係なくないですけども、うん、柔道やるんで、そこが唯一柔道制服師が体動かせる時間だったりするじゃないですか。そうですね、まあ、ガチでやっちゃうというか前回り受けめっちゃ上手くなりますよね柔道結構やりました。そうですね、結構もともと柔道やってる人がやたら強すぎて立ち向かっても勝ち目ないみたいな。確かに確かにランドリーみたいなやつやってね、なんかめっちゃ投げられますよね。投げられますね。あとなんか黒帯取りがちとか。黒帯取りがち。黒帯取るやつ大体そんな上手くない俺の中ですけど。そうです。ケースただ取りたいだけで。あとは医療用語を結構こう学んだりするじゃないですか、はい、ドラマ見てたりとかしてもなんかピクってなったりします。あ、わかります、わかります。めっちゃ僕もね、医療系のドラマ見てる時やっぱり反応しちゃうんですよね、はい、聞いたことない、これ解剖学で聞いた、生理学で聞いたみたいなね、ありますね、病名とか。そう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 、なんか嬉しくなるんですよね。そうですね、うん、そういう症状だよね。そうそうそうで、それを居酒屋とかで友達の前で披露しがち修正師同士だったら伝わるけど、うん、一般の人にも言いがちとか、うん、高校の友達とか無駄に外見とかね外線してるねとかね評価しがち、あるあるっすねまあ、みたいな形でね、いろいろあるある喋りましたけども、はい、結構ダメなあるあるもいっぱいあったと思うんですよ。そうですね、うん、なので今こう、ね、見られてる学生、入学したけどもリタイアしちゃうとか遊びすぎちゃうみたいなことにならないようにですね、しっかりと勉強して柔道選手頑張ってなってください。でまたですね、この学生の方見られてる人多いと思うんですけども、他のあるある等があればですね、ぜひコメント欄に、ね、記入してもらえればなと思います。最後にですね、チャンネル登録といいねボタンを押してもらえれば嬉しいなと思います。また公式 LINE 登録していただくとですね、様々な特典についてくるので、ぜひ登録の方よろしくお願いします。以上です。